私より不器用な人ってこの世にいるのかな。こんにちは、やすこです。今日はハンドメイドの作品をこれからマルシェなどで出展したいなと思っている方の参考になったらいいなという思いで動画を作ろうと思います。いつも私がイベント出展などで使っているプレートはこういった石のプレートで、これはダイソーで買ったものなんですけど、すごく気に入って結構ね使ったりしております。でアクセサリーが結構映えるっていうか、こんな感じでアクセサリーをよく販売とかしたりしています。でこうね、黒のストーンにこう映えるっていうかね、いいなと思って使っているんですけれども、結構ねこれが重いんですよ。結構重たくて、でちゃんと滑り止めとかがついていて、風で飛ばされたりはしないんで、すごくいいんですけれども、マルシェに出店するとなると、テーブルを持って行ったりとか、いろんなね、ディスプレイ重機を持っていくので、どうしてもね、荷物が多くなるんですよね。で、私はいつも一人で大体出店しているので、テントを持って野外で出店する時もあれば、室内の出店する時もあるんですけれども、どうしてもね、いろんな荷物が多くなっていって、少しでもね、荷物を減らしたいなっていうふうにいつも思っているんですけれども、どんどん増える一方でですね、ディスプレイをどうしたら良くなるかなと思って、毎回ね、これ、ここを変えてみよう、ここを変えてみようとかってチャレンジするんですけど、なかなかね、これでいくっていうふうに決めきれてないのが現状なので、またね、動画でこういうふうにするといいよっていうところを伝えられたらいいなっていうふうに思っております。で、今日は、これはね、このプレートですごく気に入っているので、使うかもしれないんですけれども、この重たさをね、どうにか改善できないかなということで、こういったものを作ってみました。でこれをもしねいいなと思ってくれた方は、これから今もう一個これを作る予定なので、見て真似してくれたらいいなと思います。これは本当に軽いので、風の強い野外のイベントでは工夫が必要になるかなと思います。なんかね、ちょっと後ろを両面テープ的なものでくっつけたりとかして、このパネル自体が飛んでいかないような工夫がいるかもしれないんですけれども、室内のイベントとかだったら飛んだりすることはないと思うので、すごくいいかなと思います。ちょっとね、一見こう石のようにも見えるし、無地の方が作品が映えるかなというふうに思ったんですけど、ちょうどいいね、この柄が見つからなかったので、今日はねこれでやっていきたいと思います。ちょっとね、さっきの黒い石のプレートに比べると、やっぱりねちょっと作品自体がちょっとね映えるかどうかって言ったら、やっぱりこの黒の無地の方がいいと思うので、またねこれ作る時に黒いいい感じのシートがあれば随時ね変えていきたいと思います。はい、では使うものですね、セリアで売っていたこの発泡スチロールみたいな厚みのある板ですね。ホビー用ポリスチレンフォーム、縦 20×横 30×厚み 2cm と書いております。ジオラマ製作の土台や鉄道模型のレイアウトにアイデア次第で様々な形が作れると書いてあります。はい、これね、本当に発泡スチロールのちょっと硬い素材っていうんですかね、
普通の発泡スチロールだとね、ポロ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 、あの、なんていうのかな、ポロ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 粒状に取れてくると思うんですけど、これはね、そんなことがなさそうな感じがします。でね、カッターでも切れそうな感じがします。今日はね、このまま使いたいと思います。同じくセリアに売っていたこのリメイクシートを使います。リメイクシートも種類が結構あったので、好きなシートで使っていただければいいかなと思います。で、私はあの主にイベント出店、あのマルシェに使う目的で今日は作っているんですけれども、あのお部屋にね、ちょっと小物を置いたりするときとか、あとアクセサリーのね、あのインスタとかに写真載せたりすることがあるんですけど、その撮影の時とかも使えそうかなというふうに思っております。はい。で、これさっきお見せしたこれにちょうどね半分の長さで使ったんですよね。なのでこれが残り半分です。ちょうどねこの半分でいける感じでしたので、1枚で2個分作ることができます。こんな感じで。で、私すごく大雑把な性格なので、ちょっと歪んだりして失敗するかもしれないんですけど、やっていこうと思います。こうだっけな、こっちで行こうかな。このロール状になっていて、こっち側に、あった分をここで半分で切った状態です。今こうやってロールが来てるので、こういう感じで貼っていこうと思います。もうここまで来たら作り方も何も貼るだけなんで、ここで動画を止めてもらっても正直大丈夫なんですけど、一応やっていきたいと思います。くるくるしてね、この危なっかしいところも含めて楽しんでいただけるといいかなと思います。だいたい左右の余白、真ん中ぐらいのところに置きます。こっちから行きましょうか。シール状になっているので、このシールでこの発泡スチロール貼れましたので、このまま角をこう合わせて貼ります。で、反対側はもっといい貼り方があるかもしれないので、貼り方がもしもっといいのがあったらそれでやってほしいんですけど、こんな風に今細い面を貼ってみました。で、次はちょっとこの角合わせてみようか。この角を合わせてみて、ちょっと今ここの角を合わせてみました。こんな感じかな、いけるかな
そして ここの角を貼りつつ内側に貼る。これは難しいね。ここどうしたらいいかな。ラッピングとか上手な人教えてください。いけそう。して。私より不器用な人ってこの世にいるのかな。ずれちゃった。はい。だいぶ手こずりました。なんかきっと皆さんは私よりも器用だと思うので、うまくできることでしょう。しょ、こんな感じで。貼ることができました。ちょっとシワシワだな。1個目のこれは割と綺麗にできたと思うんですけど、ちょっと緊張した緊張した。はい、こんな感じでできました。最初の1個目に作った時の方が慎重に作ったからちょっと破けてるけど、うん、いい感じにできたかな。うん、まあでもいいでしょう。こんな感じで2つできました。青い発泡スチロールが1個、110円110円、リメイクシートが110円なので330円で、できました。これでね、明日、ちょっと販売、対面販売があるので、一回ね、使ってみようと思います。明日はね、室内で対面販売するので、風でね、飛んでいくってことは心配しなくていいので、ちょっとね、初回、明日、試して、いい感じだなと思ったら、ちょっと外にもね、連れて行って、使ってみようと思います。
こんな感じ。机があって、机に布、クロスをかぶせて、その上にこれを置こうと思っているんですけど、ちょっとね、なんか、こう浮いた感じにした方がいいかななんて思っているので、もし明日テーブルの写真が撮れたら、この後その様子を載せたいと思います。それではもし参考になって真似してみたいなと思った方はぜひグッドボタンを押して応援してくださると今後の DIY の励みになりますのでよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。